よし、始まったね。始まってるんだけれども、大丈夫だね。あんまりね、顔が出ない方がいいっていうのが、最近分かってきたことですかね。皆さん、どうなんでしょうか。一応、このフレームワークも考えてるんですよ。こんなとこでも。こうだね。だから、どこ見てるか。ニュースをちょっとね、やりますけれども、このベースもダメだな、これ。また感じだな。新しいのカナダ。ゴーデンか。いや、違う。ニュースなんですけれども、ニュースは、まあ、そのまま、混沌とアメリカのね、大統領選挙がまだ決着してないで、どうなるか分かんない状況になってますということなんですけれども、その間にちょっと違う解説をしましょうということなんですね。解説っていうか、ニュースは何かと言いますと、日本の保守ね、まあ、アメリカのもそうなんだけども、日本の保守で早々に、まあ早々でないのかもしれないですけども、早々に、バイデンさんを、ね、応援し始めるというような、まあ、保守の人が現れましたねってね。そのまま、バイデンじゃなくてトランプさんを応援している保守の人も、保守系の解説の人ね、でテレビも含めて YouTube も含めてね、でこう分かれたと、そういうところがね、現象があってね、それをニュースとしましょうかってことね。でそれはね、それでそれの解説をするんだけれども、途中で、米国と日本がね、連動するっていうところがあるんだけれども、いますけれども、そこは別に連動してるのを俺が直接見たわけじゃないんで、そこは推測になりますという過程っていうか、っていうことで解説しますね、ところね。だから、つまりどういうことかというと、平蔵、日本を、グローバルしておしまいなさい、ほほほほほピッっていうシーンは俺は見たことがないんで、直接ね見たことがないんで、まあそういうところは、推測というかね、ことで解説しますよ、ね。で解説の始まりは、だから、岸信介っていう人で、1960年代で、それが、だから、なんだっけ、韓国団体、在日団体に食い込まれた、日本の闇の、親米ニョロニョロ図を作ったと。ね、清和会、ヤクザ、協定、代理店。代理店はマッカーさんに入るのかな、まあ、両方入ってるんだ、まあね、みたいなところを銀座みたいな作り合ったっていうのがあるでしょ。そんでそれがね、1960年代で岸信介さんのアメリカ側の時の大統領がアイゼンハワーでいたね。でそのアイゼンハワーさんが辞めるときに、まあ、言及したっていうところが、軍産複合体っていうの有名だよね。ミリタリー・インダストリアル・コンプレックスっていうのを言及したってことね。で辞めてっていくというのがその時の状況で、それがね、1970年代とかになってくるとアメリカで、だから、まあ、多分公民権運動もあるし、あの影響も残ってるだろうし、ベトナム戦争も残ってるもあるだろうって、アメリカがリベラルってくつことが起きたわけだよ。でそれは、訴訟社会とかね、マイノリティっていうのがこう攻めに出てきたっていうことだと思いますけれども、別にそんなね、揺らなくても知ってるとこじゃないですか。そんで、何が生まれてきたかっていうと、ネオリベとかね、で今日それのネオリベの共和党側の人をネオコンつんだけど、そういう人が生まれてきて、まあ強くなっていくと
いうことが起きたのね。ネオコンは多分聞いたことあるでしょ？ちょっとお話ね。その訴訟社会も聞いたことあるでしょ？だから分かるので書いてるでしょ？それで、どん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 ね、その元のアメリカが壊れていくっていうことが起きるわけだね。ワープスとかよく言うけどね、白人の人、壊れていくっていうのが、起きたわけですよ。で、その、まあ、ネオコンだったらよく言われてる通りに、その、ね、その分散にくっついてるイメージがあるでしょ。それはどうしてくっついてるかちょっと考えた方がいいところだと思うけどね。で、そういうふうにやってって、どん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 アメリカが壊れてって、まあ、壊れたという表現したらば、その、ネオリベの人には悪いかもしれないから、ね、良くなってかもしれないですよ、それは。まあ、今に至ると。で、アメリカのトランプさん、今のトランプさんを応援している人は、その昔の方ね、昔のアメリカの感じで、変わってきた人たち、ネオリベネオカン。を応援している人がバイデンさんという状況でありますよってことだね。ね、そのだから、ネオリベっつうとあれなんだけど、トランプさんに言わせんと、それ、トランプさんの言ってるのは、なんだっけ、言い方は、ラディカルデモだよね。ラディカルデモって言ってる感じだと思う。だそうだよ。そんで、それの影響を、それの、ね、影響を日本も受けない、連動するわけですよ。その連動の仕方っていうのは、まあ、一個は、まあ、CSIS がデモクラーツ側であるっていうのがあるんだと思いますよ。それと次は、だから、あとは何だっけ、留学だな。留学してる人がいて、だから、フルブライトさんみたいなね、フルブライトさんみたいな。留学した人が帰ってくるのね。まあ、洗脳されて帰ってくるわけですよ。その見ればわかるでしょ。今だったらば、何？あの前は無知でもよか。ね。まあそういうふうに、つまりリベラルってくるとかさ、経過していくってことね。日本もね。で、まあ、あともう一人重要な人が、高野平蔵さんだと思います。あの人だってもうグローバル。新自由主義、新自由主義って言ってるわけですよ。だから、1990年ぐらいにそうなってきたってことね。だから、日本だと連動し始めてるっていうか、送り込まれて強くなってきたわけですね。まあ、その、だからお金使うときはケインズっていうかもしれないけどさ、ちょっとボードで解説したことあるんでしょ？それ見ればわかるんじゃないですか？今の俺言ったことが。そんで起きたことが、日本で起きたことが、だから、エセ保守が生まれるとかね。ビジネス報酬が生まれるということが起きたわけです。だから、竹中さんずっと言うね、ビジネスグローバルみたいな、ビジネスとグローバルくっつけてね、グロビズみたいな、ね、経済学者グロビズですよ。グロビズ、すごいですね。先生すごいですね。周りの人がすごいですね。グロビズ。最高のアイデアです。日本のレベルだね、これは。そんで、どんどんそういうのが生まれてくるってことね。なんだけど、紐づいてんところが、ネオリベなんだよね。だから、そういう人たちってのは、だから、エセ保守じゃなくて、偽保守ね。と思いますよ、俺は。もしくは、ビジネス保守じゃなくて、ビジネスリベラルとか、ビジネスネオリベ。ビジネスラディカルデモ、みたいな。名前が正確だと思いますよ。ただ、主流派の人、昔の人が、アングローバリズムを言ってるような親米ニョロニョロだよね。それはだから、チャンネル、ね、なんとかみたいな、梅の花みたいな人たち、もう混ざってるけどな、そこも。と思うけどね。まあそんな感じじゃないですか。で、テレビになっちゃうともう完全に、ね、衛星補修です。どの人もね。一人、二人いるのかなみたいな、例外はいるのかなみたいなのが全部もう全部やってることも、もう、テレビも、テレビとかも全部だね、もう、本当。報酬じゃないね、あれ。リベラルっつうか、ネオリベってるよね、完全に。だって、バイデンさんの話もそうでしょ、応援してたのも。トランプさん応援できないって、でも見ればわかるでしょ。バーって言ってるから、もう全体主義的な、恐ろしい人たちになってますよ、あれ。キモいよね、本当に。
その辺が分かってるのと、本当にね、洗脳して、プロパガンダしてすごくよく出てるからね、気持ち悪いですよ。だけど私、まあ、そんでね、なってるでしょ。で、だから例えば、分裂したとかいうところでさ、桜井誠さんが教習した、ね、YouTube 番組なんて2つに分かれてたけども、2つ分かれてるみたいだけど、そういうことですよ。だからそっち側に紐づく人、ね、そっち側の方を昔の方に紐づく人だよね。俺の場合は両方とも神明理論によるそのものから嫌なんで、どっちもまあどっちなんだけども、どっちがいいっつったらハングローバリズムやってる人の神明理論によらずかーみたいになるけどね。ってぐらいですね、俺は。なんでかっていうと、もちろんそんなだからね、キックボクサーだからですよ。困ったもんだよって思うんだよね、日本人から。日本の普通に働いてる。それでだって応援しちゃったら、アホかいって話になっちゃうし、だって、普通の人はね。まあそういうことです。そこのところ、ちょっと今のところを、理解した方が、で、専門家読んで、なんかいろいろ調べて読まれるとよろしいと思いますよ。と思います。で、俺が合ってるかどうかも、何?確認しながらね。もしかしたら間違えてるかも。ただ、そんな間違えてないよ、もちろん。僕は正確にはそうじゃないなとかね。なるかもしれないですけども、まあ、いいんじゃないですか、それを調べてみたらば。と思いますよ。なんでかというと、連動して、で、そういうふうになってて、ね。だから、まあ、そうなってるっていうことが分かってくるとね、いろいろここで考えるところも出てくるんじゃないでしょうかということですね。ということで、この曲を弾きましょう。ちょっとこの曲はエンディングソングだね。ちょっと自由に弾く感じにしましょう。前回弾いたからね。って感じで、ちょっと弾きましょうか。Thank you.